皆様、明けましておめでとうございます。今年は十二支で言えば、うさぎ年で、十二支実感で言えば、水のと、武の年です。引用五行思想によれば、干支の四番目である、武は、木の陰で、季節は春。木は天に向かって伸びる樹木のごとく、成長を表し、陰は、優しく穏やかな性質を表します。水のと、木、は十巻の最後、十番目で、水の影となります。水は、流れる場所によって形を変えるように、柔軟でおおらか、また、影ですので雨水など、静かに潤いを与える水を表します。水のとの水は、うの木を育てる、相生の関係です。ここ数年、コロナ禍で、人々の活動は停滞しました。大変な思いをした方もたくさんいらっしゃると思います。ですがその中からイノベーションが生まれ、成長しようとしています。また、コロナは未だ収まっていないとはいえ、人も経済も動き出しました。そして今年は、大きなジャンプをするのが得意な、うさぎの年。水を得て木が育つように、新たに始めたことが成長する年になるといいですね。